皆さんこんにちは、レイナです。今日はミスタードーナツに来てます。まあ、皆さんが知ってる通りに私は甘いものが大好きです。なのでミスタードーナツをこの動画のために食べるのがとっても楽しみにしてます。ご主人は日本のドーナツはどう思うかはこの動画で見てみましょう。入りましょう。おー、ショーケース。うわ、めっちゃ美味しそう。まあ、日本はこういう全部ショーケースにあって自分で1個ずつピックアップできるのが普通だよね。ドイツはそんなないよ。こう注文するよ、これとこれとこれが欲しいみたいな。あ、そうなんだ。はい、ドーナツといえばこれですよね。わ、出た。この下のこうチョコグレーズ、これはドイツにもあるもので、ちなみに期間限定もあるよ。抹茶だね。エンゼルフレンチは絶対だよね。はい、買いました。すっごいでしょ、めちゃめちゃ欲張ったよ。何個買いました？10個。そんな欲張って買うとは思わなかったから。普通の人は1個2個ぐらい買うでしょ。すべてが美味しそうで10個でも決めるのがすっごい難しかったよ。ちなみに何を買いましたか？何を買ったんだろうね。本当にいろいろ買った。これ一般的にドーナツでしょ。で、ドイツもこういうドーナツがあったりするんだけど、それ以外は全部なんかすっごい日本っぽいというか、あんまりドイツにはないような形のもので、今は期間限定の抹茶のドーナツがあって、まあ、これはさすがに日本にしかなくて、で一番楽しみにしてるのがこれ、この抹茶ポンデリングになんかクランチがついてて超うまそう。これが最後食べたいと思います。なのでこの動画皆さん最後まで見てみてください。一番楽しみなのは最後に残すタイプだね。そうだよ、お寿司でエビとかも一番最後に食べる感じ。出た。ちなみにこのあここに入らなかった分買いすぎてね。じゃあここに9個入ってるってことか。イエス。でここにもう1個入ってて、あ、ほうじ茶。イエス。なんかソースをなんか垂らすような、これも最後に食べる。このその抹茶期間限定のやつ最後に食べます。で今回はここで食べるので、うん、一緒にカフェオーレを注文しました。ちなみにイートインでおかわり無料って書いてあった、うん、そう。何杯飲む？すごい、もう3杯ぐらい、あとでうーになるかもしれないけど、なんか爆発るよ。お砂糖とカフェインでやばいことになるよ。どうしよう、この包んだやつにで食べよう。それあれだよ、シナモンロールみたいな。めっちゃシナモンついてる。いい匂いする。じゃあいただきます。本当に私はシナモンが大好きなので絶対に満足する。おいしい、めちゃめちゃおいしい。ふわふわ感がすっごい。ちなみにマリについてはシナモンだね。うん、そうです。なんか思ってた以上に甘くない。これは何個でも食べれそうな感じはする。ドイツにもシナモンロールとかさ、シナモンドーナツとかってあるの？うん、多分なんかこんな感じのドーナツはドイツにもある。でも甘そうだね、ドイツのやつもっと。そう、それ1個食べたらもう多すぎるって感じ。ここはあの10個食べてもいいぐらいなサイズだと思う。で、ドーナツを食べたら甘くない。甘さ控えてんじゃない、あえて。ドーナツがさ、甘いから。はい、続けましてはオールドファッションからいく。これオールドファッションって名前なんだ。名前だったけど、私もこれがオールドファッションのドーナツかどうかはわからないよ。え、ドイツにもあるの、オールドファッション？いや、これ日本でしか見たことない。オールドファッションっていうことはさ、その昔ながらのドーナツってことでしょ、はい、そう。あ、でも昔ながらのやつ、あ、こんな感じか。ちょっと固めの。本当に？これなんかすごいケーキに見えるよ。ドイツのケーキ、こういう生地でできてるんでしょ。揚げてないけど、あの普通にあのオーブンで焼いたもの。どちらかというと日本でいうとクッキーとかね。これが甘くて美味しい。甘い、うん、これは全然さっきほどふわふわじゃないし、うん、美味しいよね。うまっ、うまっ、うまっ。なんかすごいシンプルだね。え、めっちゃうまいよこれ、うん、美味しいよね。うまっ、うまっ、うまっ。なんかえ、めっちゃうまいよこれ。次のドーナツ行きましょう。何食べますか？
何食べようかな。これココナッツ。ココナッツはでも日本の味じゃないよね。うん、どちらかというとね、なんかハワイとかさ、グアムとかさ、そんなイメージあるよね、ココナッツ。東南アジアに行ったらこういうドーナツが出るか。あ、チョコなんだね。チョコケーキ出た、ケーキはい、これ全部レナにとってはケーキです。ケーキ、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 はい、はい、どうぞ、ケーキ。じゃあなんていう、チョコクッキーいや、ドーナツ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 でしょチョコドーナツでしょ、これ、はい、これがチョコドーナツだよ。ああ、チョコドーナツね。ドーナツ、チョコ、うん、これがチョコケーキにココナッツ。え、あ、これ生地が違うってこと言ってる。そうこっちのベイクドされたのがケーキ、こっちは何されたの。揚げた。あ、そういうこと。ふわふわ。あ、じゃあドイツ人から見てドーナツイコール油で揚げたものがドーナツなんだ、うん、日本人はだから形で判断してるかもね。丸っこくて真ん中に穴開いてれば全部ドーナツみたいな。真ん中に穴開いてないならドーナツじゃないってこと。いや、これは穴なしドーナツわかる。いや、これはドイツの議論で言うと、うん、揚げてるものなので別に穴がなってもドーナツ。はいはいはい、あ、分かりやすくなってきた。だいぶ分かってきたぞ。うん、うん、チョコケーキとココナッツのサラサラのめっちゃいい、甘い。なんか香り良さそうだね、ココナッツの香りが。でもドイツでもありそうだけどね、ココナッツのさ。あ、うん、ないんだ。なんかココナッツのクリスマスクッキーがあるでしょ。あ、うまいやつ。だから大好き。うまい。でも全然違うでしょ。全然違うね。だからいや、でもドイツにはココナッツ使われてない。ちなみに今全部おいしいおいしいと言い続けたけど、うん、見た目からでもなんかすごいよね。全部なんかこう完璧にできてる、形がすごい綺麗な感じ、うんうん、食べたくなるような感じだよね。だからそこはまた日本がなんかこだわってると思うよ。次はこれ、ホンダリング。ポンデリング。これ昔俺がさ、ちっちゃい時、小学校の時にこのポンデリングの CM がやってたの。ライオンの、周りについてる顔の周りのポコポコポコっていうのが CM で流れてて、その思い出がある。じゃあこれがあのミスタードーナツが発明した形なかもしれないね。でこれはこう一個ずつ食べる感じでしょ。違う、そういく人もいる、かぶりつく人もいる。持ち込めとか入ってるのかな。だってこう引っ張るとさ、ニョインってなるでしょ、これ。そう、うわ、今 CM みたいなねうまそう。レナばっか食べてるけど、タカかわいそうに。私は俺ずっと取ってるからね。10個を1人で食べるかもしれない。今のところ4個ぐらい今全部食べてますからね。これ大食い番組です。じゃあ次はこれ。それ何。これがドーナツ。ここにカスタードクリームが中に入ってる。で、ドイツではこれが一番一般的なドーナツというか、ちょっと話長くなっちゃうんですけど、2月に、うん、あのファッシンがあるんですけど、あ、ドイツのお祭りね。そう。で、その時期にこういうドーナツみたいなものが売られている。うん、でフィリングがもともと一番伝統なのがジャムが入ってるもの。でも今はもう何でも入ってる。だからこういうカスタードとかもあればチョコとかもあるし、あとは生クリームとなんとかとかいろいろあるんだけど、それが恋しくなったらこのドーナツは日本で食べるとすっごい懐かしい感じがする。うん、めっちゃパンパン入ってる。ほんとだ、カスタードクリームの醤油と。母国を思い出しますか、うん、ドイツのやつほど甘くないかもしれない、まあ、カスタードクリームめっちゃ甘いけど、生地はそんなに甘くないからパクパク食べれる感じです。カスタードクリーム以外にジャムが入ってるものが売ってほしいなって。これちなみにホイップクリームのやつもあるよ。あ、そうなんだ。カスタードじゃなくて、まあ、ウィップでもいいけど私はジャムが欲しい。これはね、いちごジャムとか、あ、ブルーベリージャムとか。めっちゃ甘そうよね。でも苦味があるでしょ、あのジャムは。なんかちょっとその酸っぱさ、苦くはないよ。確かに苦味は美味しくないよねみんな今見てる人頭にクエスチョンポコって生まれてる。タカが、うん、そうだねってじゃあさっき話してた一般的なザドーナツ。ちなみにさ、これ開いてるじゃん、丸で、はい、真ん中。ドイツを開いてる？
月も空いてる。空いてるんだね。その浮き輪みたいな形は一緒なんだね。食べ物で遊ぶなんて並ばなかった。はい、すいません、申し訳ございません、皆さん。私はでも、なんか皆さんが知ってるかもしれないんですけど、チョコが特に好きです。甘いものが大好きなんだけど、それみんな知ってます。甘いものの中でチョコが一番好きなので、これがめちゃめちゃウケる。あれ、カフェオレはなくなりましたので、おかわりもらおうかなと思って。なんか定期的に店員さん回ってくるけどね。回ってた。うん、でも待ちきれないからさ、レジの方行って。ちょっと行ってみる。子供だよ、私は。子供やな。子供やドーナツ食べるのが下手かもしれない。口の周りにもさ、粉いっぱいつけてさ、で服にもこぼして、子供やな。あ、もらえた。本当にこれにおかわりしてくれた。ちなみにミスタードーナツの大ファンの人はみんなこれが好き。エンジェルフレンチ。違うよ。何？パカが一番好きなドーナツでしょ。違う違う、ミスタードーナツが本当に好きかどうかが分かるのはこれを愛してくれてるかどうか。あ、それはパカが自分を褒めるのが好きだからそう思ってるだけで。エンジェルフレンチだったっけ。名前間違えたらごめんなさいだけど、これまた生地全く違うよね。うん、うん、全然違う。おいしい。そっからいったよ。え、チョコとチョコじゃないところの両方一気にいったね。ダメ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 。どういう正しい食べ方がある。最初はこっちを食べて、最後においしいチョコのところを一口でいくっていうのが。これ一口でいくものなの。分かんない、俺はね。俺だけかもしれないけど。やっぱりチョコと生クリームと生地が合う。まあ、あのちょっとドイツ人の正直なことを言っちゃいますね。レナの正直な感想。これ今まで食べたやつの中で一番好きじゃないかもしれない。うん、ああ、正直で正直でよし。俺ちなみに一番好きだから。全く合わない。好みが合わない、うん、あげる。価値観が合わない。なんで結婚してるんでしょう。だから結婚した。お互いに好きな食べ物を食べられないように結婚した。じゃあ俺が食べるこれ。はい、これね、これはこれ何、さっき の, あのチョコココナッツなんとかと同じで、ね、黄色いのが何だろうね。うん、ポロポロ落ちた。でも食感めっちゃいい。なんか特にこういう味はするみたいなのがなくて、こうクランチだからついてると思う。食感と見た目かな。あ、見た目。これ金色の魔法のゴールデンリングじゃん。あれ名前ゴールデンリングかな。違うでしょ。名前なんだろう。あ、レシドあるか。お、ゴールデンチョコレート。ゴールデンチョコレート。当たってるやん。ゴールデンリングとゴールデンチョコレートほぼ一緒やん。はい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 。また自分を褒めてる。じゃあレナが俺のこと褒めてくれないから自分で褒めるしかないからね。はいはい、社長さんとうとう来ましたね。最後はとうとう期間限定のこれ。うわうわうわ、これがあるよ。餅みたい。本当のほうじ茶3つ褒めて褒めて。なんでこの感じ読めたのか。あ、読めたこと。もう10年目だからね日本で。褒めてほしいな。なんか餅もう。なんか全然ついた。つかない。垂れてるだけだよ。うわ、美味しそう。うん、うん、なんかもちもちの餅を食べてるみたいな、ね、見る感じも餅だもんね。なんか意外とこうわらび餅を食べてるみたいな感じになる、うん、きな粉がついてて蜜がついてて、ね、色が全然違うけど、だんだん食レポうまくなってたんじゃん。やっと。これはさすが日本の味。ドイツに絶対なさそうだね。絶対にない。まあ、その抹茶とかほうじ茶とか、まあ、きな粉とか全部ない。そうだね、もうこれないもんね。これはもう考えられるものではない。はい、10個目最後いきました。めっちゃ美味しそうじゃないこれ。これもまたなんか日本にしかないものだね。ちなみにさ、ミスタードーナツ期間限定よくやるじゃない。今は抹茶とかほうじ茶。あ、なんかだけどいつもなんかやってる。何かやってるじゃん絶対に、うん、なんかコラボしたりして。ドイツもあんのそういうさ、コラボレーションとかさ。あんまない。いつも同じようなメニューが置いてある感じ。
いや、あのシーズナルなメニューがある感じがする。あ、じゃあ季節に合わせてはやるんだ。季節に合わせて、なんか日本みたいに季節に合わせてやったりするのはあるけど、なんかコラボをした商品とか、うん、なんか日本のコンビニとかもそういったのが多いですよ。よくあるね、有名シェフとコラボしましたとか。ドイツにはそもそもコンビニがないし。そっかミスタードーナツとかもないから、ないんじゃない。日本がいいよね、こういうのが楽しめて飽きないし。うん、うん、玄米がめっちゃいい。ちょっとちょうだい1個。うん、これが天才的な考え方。あの食感がめちゃめちゃいいよね。めちゃくちゃうまい。があって上にこうサクサクなふわふわな。これめっちゃうまい。抹茶と玄米がやっぱ合うわ。うん、何してんすか。ごめんなさい、あの10個のドーナツを。さすがにお腹いっぱいなってきた。半分ずつ食べたらさすがにお腹いっぱいになった。今10個のドーナツを半分ずつと言ったけど、10個のドーナツ全部食べてますからね。この社長。半分、大体半分食べました。ドーナツ10個と飲み物2つ、はい、いくらでした？2442円です。かなり安い。200円もしないの？安くない？安い。安すぎない？ドイツのパン屋とかでドーナツとか甘いものを買いに行くと、いや、2ユーロぐらいはすると思うよ。あ、1ドーナツが1ドーナツ2ユーロってことは300円超えてるよ。300円超えてると思う。ちなみにどのドーナツが一番うまかったですか。難しい質問をするね。全部うまかったけどね。美味しかったよ。還元での抹茶のポンデリングにびっくりした。本当にポンデリングね。ポンデリングにびっくりしました。あのほうじ茶じゃなくて抹茶の方か。抹茶の方。でもあれが美味しいっていう感性が素晴らしいね。もう日本人になってきたね、本当に。そうだよ。普通のポンデリング、うん、あの砂糖がめっちゃシンプルなやつ、はいはい、食感がやっぱりこれが好きだ、ね。うん、私も日本人のなんかもちもちのあれが日本人化になりました。もちもち食感良かったね。このココナッツがついてた。あ、それもめっちゃ美味しい。ケーキね。ケーキね、はいはい、まあ、今日これをそんなに食べて、あの周りにもめちゃめちゃ人がいるんだけど、ずっと人いるよ、この店。このコスパ、安い値段でそんなに美味しいのが食べれるのが。だって今日2000円ちょっとだよ、2人で。でしょ、行列が飲み放題で。そう、飲み放題ってなんか言い方おかしいけど。皆さんの一番好きなミスタードーナツドーナツはどのドーナツですか。教えてください、コメントで。ということで、この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。